本日はですね、ねぶた祭りとリンゴで有名な青森県の歴史をやっていこうと思ってます。青森県の歴史をこの6つの順番で説明していこうと思ってます。まず1つ目、青森市の歴史からです。青森市は三内丸山遺跡があることで有名です。三内丸山って完全に音で言ったら関西のキャスターなんですけど、青森市の三内丸山遺跡はいつのものなのかというところで、これは縄文時代前期から中期、紀元前約3900年から2200年、現在から約5900年から4200年前です。その時エジプトではギザのピラミッドが作られてました。三内丸山遺跡っていうのは何なのかなというところで、これは縄文時代の集落地域コミュニティの跡でした。縦穴式住居貯蔵穴、土器、お墓、この辺がありました。ではね、もうちょい三内丸山遺跡について深掘ろうと思うんですけど、これね、2003年5月に出土品1958点が重要文化財になりました。重要文化財というのは文部科学大臣が指定した重要なやつです。めちゃすごいと国宝になります。そして2021年の7月には世界文化遺産に登録されました。まとめると、青森市の三内丸山遺跡というのは縄文時代前期から中期の集落の跡の遺跡であって、世界文化遺産に登録もされましたよってやつなんです。ではですね、次にね、津軽市の遺跡やっていこうと思います。津軽市には亀ヶ丘遺跡がありました。津軽市の亀ヶ丘遺跡というのは縄文時代晩期、紀元前約2000年から1300年、現在から約4000年から3300年前のやつです。その頃ギリシャペロポネソス半島ではミケーネ文明が流行っていて、黄金の仮面なんかも見つかっています。では津軽市の亀ヶ丘遺跡っていうのは一体何なんですかってところなんですけど、教科書でよく見るこのような土偶が発見されたという遺跡なんです。亀ヶ丘遺跡についてもうちょっと深掘ろうと思うんですけど、亀ヶ丘遺跡の名前というのは実は壺みたいな亀が大量に見つかったっていうのが由来だと。もし石棒がいっぱい見つかっていたら石棒ヶ丘遺跡になってたかもしれないというところです。津軽市の亀ヶ丘遺跡についてまとめると、縄文時代の晩期に土偶が発見された遺跡であって、亀ヶ丘の由来っていうのは壺みたいな亀がたくさん見つかったというところなんです。続いて弘前市の歴史やっていこうと思ってます。2つのテーマに分けて説明します。1つ目はですね、砂沢遺跡、タレアナギ遺跡について、2つ目は津軽市城下、津軽塗りについて説明していこうと思ってます。まずは1つ目のテーマ、砂沢遺跡、タレアナギ遺跡の中の砂沢遺跡についてです。砂沢遺跡っていつの遺跡なんですかってところで、これは弥生時代の前期、紀元前の約400年から101年、現在から約2400年から2101年前の遺跡なんです。ちょうどその頃マケドニアではアレクサンドロス大王が東方遠征に行ってました。では弘前市の砂沢遺跡って一体何なんですかってところなんですけど、これは弥生時代当時の水田の跡です。弘前市の砂沢遺跡についてもうちょい深掘ろうと思うんですけど、これは実はですね、絶上大地という形状なんです。これはどういうことかというと、平地よりほんのちょっと高い下みたいな形のやつなんです。弘前市の砂沢遺跡についてまとめますと、弥生時代の前期の水田の跡で絶上大地という形状をしていましたというところです。続いて砂沢遺跡、タレアナギ遺跡のうちのタレアナギ遺跡行こうと思います。弘前市のタレアナギ遺跡についていつのやつなんですかってところなんですけど、これは弥生時代の中期、紀元前約100年から紀元後100年、現在から約2100年前から1900年前の時代のやつなんです。当時エジプトではクレオパトラが頑張っていました。相変わらず弘前市のタレアナギ遺跡についてこれ何なんですかってところなんですけど、これについては弥生時代当時の水田の跡です。相変わらずもうちょっとタレアナギ遺跡について深掘っていこうと思うんですけど、これ実は6から12分の足跡がつきまくってた遺跡らしくて、足跡クッキーというのが近くに売ってるよというところです。弘前市のタレアナギ遺跡についてまとめますと、弥生時代の中期の水田の跡で足跡クッキーが売店で売られてますという遺跡なんです。弘前市についての2大テーマ、2つ目の津軽市城下、津軽塗りのうちの津軽市城下から説明していきます。弘前市の津軽市城はいつのやつなのかなというところで、これは江戸時代2代将軍徳川秀忠の時代で1611年のことです。その年に江戸のお金持ち住の倉領尉は京都に高瀬川を作っていました。弘前市の津軽市城、別名弘前城については、津軽信平が移動させた、元の後ろから移動させた津軽市の居城です。ちなみに1590年初代藩主為信の時に津軽領尉を認められ、信平は2代藩主です。相変わらず津軽市城について深掘っていきたいんですけど、落雷によって天守閣、要するにお城の中枢部分が燃えてしまったというお城なんです。まとめると、弘前市の津軽市城については1611年に津軽市が領有したお城であり、雷で焼けたことがあるよというお城なんです。では弘前市2大テーマの2つ目、津軽市城下、津軽塗りのうち津軽塗りについて説明していきます。弘前市の津軽塗りについては明治時代の1873年のやつです。ちょうど明治政府から徴兵令が出された年です。では弘前市の津軽塗りって一体どんなやつなんですかってところで、これはウィーン万国博覧会で出展された漆器、要するに漆を塗った器です。ちなみにルーツについては、江戸時代の津軽藩4代藩主信政の時に福井の技術者青海源兵衛が伝えたというのがルーツです。まとめると、弘前市の津軽塗りというのは1873年ウィーン万博で出展されたという漆器です。続いて五所川原市の歴史行こうと思います。五所川原市で言えば土佐湊が有名です。土佐湊って音的には完全に怒った顔を意味する尖り顔なんですけども、五所川原市の土佐湊はいつのやつなのかというと、これは中世から近世にかけたやつです。では五所川原市の土佐湊って一体何なのかというと、
ところで、これは日本海交易、要するにエゾのアイヌとの交易の拠点として繁栄した主要な港です。ちなみに土佐港にはエゾ関連の安藤氏のお城がありましたけども、エゾ関連っていうのは一体何なのかというと、エゾを支配するために置かれた役職です。五所川原市の土佐港についてまとめますと、中世から近世にかけて日本海交易の主要な港であったというところです。続いてね、八戸市の歴史やっていこうと思います。八戸市にはね、こういった歴史の安藤昭益という学者さんがいました。ものすごく毛量すごいねというところで、八戸市の安藤昭益はいつの人なのかというところで、これは江戸時代徳川吉宗の時、1744年にですね、ちなみに同じ年、欧米ではね、英仏による北アメリカ植民地戦争であるジョージ王戦争が行われてましたけど、どんなやつなんですかというところで、実は町医者として開業してた、しかも思想家でした。思想家としての代表作は自然新営道で、全ての人が平等に農業生産に従事して生活するという自然の世を唱えたというところで有名です。八戸市の安藤昭益をまとめますと、1744年、明治時代に町医者として開業した思想家です。最後、外ヶ浜町の歴史です。大田山本遺跡があります。外ヶ浜町の大田山本遺跡っていつのやつなんですかってところなんですけど、縄文時代早々期、現在から約1万3000年前のやつです。大田山本遺跡って一体何なのかなというところとか、日本最高レベルの土器片が発見された遺跡です。大田山本遺跡について深掘っていこうと思うんですけど、これは石器の材料となる珪質血岩が取れる蟹田川の近くにあるという非常にいい立地にあったから土器片とかね、石器が見つかったんじゃないですかというところです。外ヶ浜町の大田山本遺跡についてまとめますと、縄文時代の早々期に日本最高級の遺跡として君臨し、蟹田川の近くにありました。こんな感じで都道府県に関する歴史を面白おかしく喋っていくよという動画を定期的に上げていこうと思ってますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。